ネオタッキーです、前回の動画でね、タカムチャンネルさんね紹介しましたけど、ものすごい勢いでチャンネル登録増えてるみたいで、皆様ご協力ありがとうございます。本人もねものすごく喜んでおりますので、ただ動画のペースとしてはね緊急事態宣言になってるんで、ちょっとペース遅くなるかもしれないということをね言っておられましたけどね、まあ次の動画に期待しましょう。で今日はね、このカメラねたびたび登場しますけど、オリンパスね OM1、これにねドリームロコモーティブ様から提供されたイルフォードデルタ100、これをねなんと ISO10 まで減感してね、減感すると基本的にモノクロフィルムっていうのはディテールが上がっていくんですけど、まあ以前ね低感度フィルムでバビロン13だとかファントム8だとかコダックのデュプリケーティングだとか、これ全部ドリームロコモーティブさんから様からいただいた、フィルムになるんですけど、本当にね協力していただいてありがとうございます。それと比較するとどんな感じなのかなっていうのを、まあ直接比較してるわけではないんですけどもね、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用しましたねデルタ100、イルフォードのデルタ100なんですけどもね、イギリスのねハーマングループが製造しているフィルムになりますね。新しいタイプのモノクロフィルムでして、T 粒子って言われてる乳剤をね、使用されております。 Q 乳剤と T 粒子っていうふうに、まあ、対極している現在なわけなんですけども、まあ、T 粒子で有名といえば、まず富士フィルムのね、アクロス2。あと、コダックの T-MAX シリーズとかもね、T 粒子で製造されておりまして、まあ、超微粒子、高ディテールということなんですけど、味付けとしてはね、各社、まあ、いろいろなんですけどね、富士の方はちょっと柔らかい、会長で、コダックの方は、実際はちょっと廃棄、ハイコントラスト、になることが多いとは思いますが、まあ、現像液とかね、現像時間とか、そういうのでも多少は変わってきますけども、大体そういう傾向だと思います。で、今回はね、この OM1、を、使って撮影してきたんですけども、前回ね、やっぱり前回も OM1 でね、デルタ100を、100のままね、ISO100 で撮影して、動画にしております。もう1ヶ月ちょっと前ぐらいに出しておりますので、一応ね、興味がある方はね、そちらも参考にしていただければといいと思うんですけども、デルタ100の現像時間ね、データシート通りに現像したら多分やばいと思います。過現像になると思いますね。ハーマングループのフィルムは大体そうなんですけども、実際ね、僕が考える現像時間よりはるかに長いデータ書いてあるんですね。で、これは絶対過現像だろうと思って、前回もね、ISO100 で撮影した時も、自分の山間でね、現像時間決めて、現像するというね、好結果が得られました。前回の動画にね、100の現像でね、データを書いてあります。説明欄の方にね、現像時間、現像液のデータを書いてありますので、そちらも参考にしていただければと思いますけども、自家現像される方はね、やっぱ現像時間で悩むことが多いと思いますんで。でね、まあ、ISO をね、100のフィルムを10まで減感したということ。ちゃんと10まで減感していいよっていうふうにね、ハーマングループのページでは書いてありまして、現像時間のデータとかも出てるんですけどもね、やはり僕は、そのデータよりもかなり短めで今回現像しまして、コダックの D76 50% 希釈、液温20度で現像時間4分。まあ、実際に4分5秒ぐらい現像してますけど、そのぐらいの現像時間でやってます。で、まあ、実際撮影した ISO 感度っていうのは10じゃなくて、12.5 ぐらいで撮影してますね。これ理由がありまして、今回使用したのはこの OM1 なんですけども、まあ、マニュアル撮影で、1段ずつしかね、露出が変えられないということで、まあ、100のね、3段落ちで撮影してますね。
100の1段落ちが50、もう1段落ちが25、3段落ちが 12.5 ですね。だから日中、晴天日中だと、だいたい30分の1の F8 ぐらいの、シャッター速度になる。もしくは、250分の1の、5.64、2.8 ぐらいになるのかな ?250 分の1だとね。で、まあ、そんな感じで撮っております。で、今回ね、その、10まで減感したことによって、どのぐらいディテールが上がってるのか、調子は変わってないのか。まあ、アクロスをね、使い倒している人はよく知ってると思うんですけども、データシートにね、アクロス80っていうね、現像、ISO80 っていうね、現像時間もちゃんと記載されておりまして、100でね、撮るよりもはね、80で撮って、80のデータで現像した方が圧倒的に微粒子になってディテールが上がるんですね。で、デルタ100もね、どのぐらい上がるのかね、もう10まで減感してね、どのぐらい上がるのかなって、これかなり興味津々でした。まあね、バビロン13とかね、ファントム8とか、コダックのデュプリケーティングですか、この辺のね、超微粒子フィルムでもね、作例を上げてきましたけどね、これらとね、どのぐらいの差が出るのかって非常に楽しみでありましたね。で、今回ね、この今上げたフィルムなんですけども、名前を挙げたフィルム、全部ね、ドリームロコモーティブ様からの、提供になっております。本当に助かっております。ありがとうございます。面白いフィルムとかあったらね、送ってくれるんですよね。で、今回もね、説明欄の方に、今回はドリームロコモーティブ様のウェブページと、YouTube のチャンネルを、リンクをつけておきますのでね、一応ね、写真のね、世界で生きていっている人なんで、なかなか興味深いページ、興味深い動画になってるんです。あんまり更新はされてないような、動画の方はね、更新されてないかもしれないですけど、とにかくね、やっぱ写真の世界で生きている方の写真がどんなものかっていうのをね、参考になりますので、ぜひそちらもご覧になって、くださいね。で、ここからはね、イルフォードデルタ100を10まで減感したものをね、作例を挙げていこうと思います。はい、作例なんですけどもね、今回もね、ちょっとね、ゴミが乗ってる、ちらほら乗ってるんです。申し訳ありません。ちょっと現像、スキャンする時間が本当になくってね、やり直しが効かないような状況になってるんですけど、で、見ればわかるんですけどもね、ディテールはね、やっぱり、かなりのディテールになってます。でもね、デュプリケーティングとか、バビロン13とか、ファントム8に比べると、やや落ちるかなと。ちょっと流浄感も見られるんですね。で、何より興味深いのがね、ちょっと柔らかい表現、階調表現になってると思います。調子がちょっと柔らかいんですね。ロモのね、フィルムも、コダックのフィルムも結構ハイコントラストだったんですけど、こちらはやや柔らかい印象で、なんかね、アクロスにちょっと調子が似てる感じに見えますね。まあ、ディテールはね、そんなに高くはないといえば、この写真を見たらわかるように、十分なディテールで、撮れておりまして、まあ、その柔らかい調子が好きで、程よい流浄感で、さらに、まあ、ディテールもかなり、高いということで、このイルフォードデルタ100をね、10に減感して使用する価値は十分にあると思います。それでね、また10に減感することで、シャッター速度が落ちたり、絞りが開いたりしますから、開放付近で撮りたいという方にもこれおすすめですね。どうしてもね、そのフィルムカメラだとシャッター速度が遅かったりして、レンズの開放描写を楽しみたいっていう方にはね、フィルムカメラ苦しいところがあるんですけど、ISO10 まで行きますと、先ほど言ったように250分の1の F2.8 で日中なんですよね。ということは、500でも2、1000分の1で 1.4 から 1.2 ぐらいで撮れるような形になってきますんで、まあこれは常にその、開放でね、レンズの開放描写を楽しみたいとかいう人にはね、背景ボケをね、大きく作りたいとか、そういう人にはね、やっぱ10まで減感して、撮れるっていうのは非常にメリットがあると思います。まあ、基本的にね、開放で撮りたいっていう場合ですね、ND フィルターをね、つけたりすることがまあ多いんですけど、ND フィルターって結構高いですしね。で、まあ、玄関だけで済むんだって、まあ、特に自家現像の人はもう追加料金なんか何もかからないし、
まあ、あの、現像出すにしてもね、10まで減換してくださいって言ったらやってくれるところあると思うんで、まあ、それは要確認ですけど、まあ、10まで減換してね、その、現像をラボ出しするっていう方はね、その、10で減換して撮影する前に、まずね、その、いつも現像に出しているお店に行って、イルフォードデルタ100のね、減換現像、10まで減換現像を受け付けてますかっていうのを確認した方がいいです。かなり特殊といえば特殊なんで、1段減換ぐらいだとね、簡単に受けてくれるでしょうけど、3段玄関ということで相当な玄関処理になりますんでね、これね、まあ今回使用したイルフォードデルタ100、調子がまず柔らかい調子で取れるということと、まあ程よい流浄感を残しつつも、ディテールがかなり上がる。それにまあファントム8とかデュプリケーティングとか、まあ、その辺のフィルムはね、もうそのあたりには、もうそのあたりのお店に売ってないじゃないですか。で、デルタ100はね、比較的入手しやすいということを考えると、高ディテールを楽しみたい、比較的気軽にやりたいっていう方にはね、まあ、非常におすすめなんだ。ね、値段もね、1000円前後ということで、比較的ね、まあ、安かないですけど、比較的安価ということで。あと、デルタ100はね、長巻きを売っておりますね。長巻きを売ってるということで、自家現像長巻きパトローネ詰めっていう犯人はね、もうドンピシャだと思いますね。めちゃくちゃ安くなりますんでね。ちょっと価格確認してないんですけど、B&H フォトとかでね、取り寄せると国内で買うよりはるかに長巻きの価格安くなりますんでね。ちょっと工夫をすれば、いろんな取り方が楽しめて、さらにねコストも抑えれるデルタ100、T 粒子でね長巻きで売ってるのは T マックスと T、これですか？デルタ100になりますけど、まあ、T-MAX は結構しますんでね、デルタ100の方が美味しいかもしれないですね。僕は好きですね。この調子結構好きです。T-MAX もね、まあ、ハイコントラストな場面で撮りたいときね、例えば、都会の無機質な風景とかを撮るときはね、ハイコントラストがね、まあ、おすすめになりますけど、ネイチャーフォトとかはね、やっぱ柔らかい階調表現、人物撮影とかもね、ちょっと階調は柔らかい方がね、いいと思うんで、まあ、被写体により経緯もありますけどもね、デルタ100ね、使えるフィルムだと思います。ぜひね、一度やってみていただければと思いますね。一応データもね、出しましたし、まあ、現像液ね、D7650%20 度では、まあ、4分ぐらいの現像で、ISO10 ぐらいの、感度になってくると思います。今回のね、フィルムテストですね、これね。まあ、ここまでになりますね。まあ、いかがだったでしょうか。デルタ100ね、モノクロフィルムはね、比較的ね、選択肢が多いんですよね。未だにね、あまり生産中止になってないですね。富士のアクロスが一時生産中止になりましたけど、アクロス2という形で復活しましたし、まあ、コダックもね、一時は本数を減らしてたみたいなんですけども、まあ、だいぶ復活させてきて、モノクロフィルムはね、カラーネガと比べると比較的、選択肢が広いということで、また自分で現像とかも結構簡単に楽しめますしね、いろんな楽しみ方ができるんでね、まあ、僕はモノクロが好きというのもありますけど、ぜひ皆さんにね、気軽にモノクロを楽しんでいただけたらと思います。ちょっとね、ラボ出しだと現像が高いのかな、1200円ぐらいはしてくるとは思いますけどね。まあ現像液を、使うにしても、いや、現像液ってすごく安いんで、多分1リットル、まあ、現像液を作ってね、その1リットル1回でパーになったとしても、ラボ出し現像よりは安上がりです。まあ、現像タンクね、買わなければいけないという、まあ、最初初期投資がね、ちょっとかかりますけども、まあ、それを除いてもね、一生写真を趣味でね、フィルムで撮っていく、モノクロいっぱい撮りたいっていう方だったらね、ずっと使えるんで、まあ、自家現像するのもおすすめかもしれないですね。はい、今日のね、フィルム紹介はこんな感じです。はい、ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、最近ちょっとね、投稿がすごく多くてね、かなり長いことお待ちいただいております。もう半月ぐらい待っ
ってる人もいるんじゃないかな、これ。本当に申し訳ありません。できるだけ、まあまあ、1回につき5人ずつ紹介ということで、あんまり長くなるとね、見てる方も疲れると思うんでね。まあそんなわけでね、今日は時神さんの、作品から紹介ですね。遅ればせながら明けましておめでとうございまして、もう遅ればせながらってこっちのセリフなんで、ね、もう申し訳ないです。寒い日が続いていたので撮影もできなかったんですが、ちょっと撮影できましたので投稿します。タイトルはコロナ退散ということでね。カメラは1957年製のオリンパス3号系、フィルムは富士フィルムスペリアプレミアム400。最寄りの公園で縦構図で撮影したものを横構図にトリミングしました。D 図以降 40mm F3.5 のレンズ、F8 で撮影しましたが、ほんとよく映ります。露出系がついていたらなぁということなんですけど。これ作品なんですけどもね、トリミングしてこのディテールかよって感じですね。随行レンズはね、昭和20年代のものはね、白く曇るものが多いんですけども、これ32年ぐらいですよね。非常に良い写りになっておりますね。僕もね、ワイド E とかで撮ったんですけども、あれも良い、いい写り。あれが、1955年製だったかな。これは57年製の35系ということなんですけどね。オリンパスのレンズは古いものでもね、非常に良いんですよね。これなかなかのディテールで撮られております。はい、時神さんありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品ですね。中年の滝さん、こんにちは。中央総武線飯田橋駅プラットフォームから見える景色に惹かれて撮影しました。タイトル、駅からの風景。カメラニコン FE。レンズニッコール AIS50mmF1.4、 フィルムが富士フィルムスペリアプレミアム400で撮影ということですね。で、写真なんですけどもね、これなんか隙間からね、用水路みたいのが見えてる、写真になるんですけどもね、これなんか窓からね、窓から見える、風景を切り取っているような感じでね、面白い写真になっております。写りの方はやはりね、ニコンのレンズということで解像度バッチリでございますね。はい、長州薩摩さんありがとうございます。次はね、ヒデさんの作品かな。2枚ありますね。いつも楽しく見ています。今回は2枚投稿します。1枚目、秋の終わり。カメラはコニカ FP。レンズヘキサノン 52mmF1.8。秋の終わりに庭の石に落ちる葉を発見。光も当たってるのでまずパチリということで。2枚目は冬の足跡。昨年の12月、初雪の日に公園に行ってみると足跡が、コニカ 3A、レンズヘキサノン 50mmF1.8 で撮影。雪の質感も取れましたということですね。で、作品なんですけどもね、1枚目、光の当たり具合が落ち葉のところにバッチリ来ておれば最高だったんですけども、落ち葉の色がこれよく出ておりますね。やっぱヘキサノンのレンズ素晴らしい感じで。で、2枚目の方はね、露出に注目しています。これ、ドンピシャですね。随分前にね、スポット速攻を使いこなせっていう動画をね、アップしてるんですけども、そこでね、雪景色って基本的にね、絞り込みやすいんですね。で、アンダー写真になりやすいんですけども、これやっぱフルマニュアルの 3A で撮ってあるんでね、バッチリ白い雪になってますね。いい写真になっております。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、ガメラさんの作品でいいのかな。おたきさん、こんにちは。視聴者作品投稿します。タイトルは、カオル待ち時間。撮影機材、コニカ、A コム1っていうかな、これね、アコム1っていうかな。読み方がわかんないんですけど、ヘキサの 40mmF1.8、フィルムがコダックカラープラス200。ケータリングカーのコーヒー販売で待っている間の一コマです。コーヒーのいい香りに誘われました。カメラはミラーアップのジャンクを修理したものです。レンズもカビ玉にフル分解清掃しましたが、後玉にカビ跡が残っていました。その影響がなんとなくソフトな感じですが、どうでしょうということですね。写真なんですけどね、雰囲気のいい作品になっております。僕としてはね、手前のコーヒー豆にピント合わせた方が好きかな。まあ難しいとこですけどね。それか一番奥のコーヒーっていうね、看板に、ピント合わせるのもいいかもしれませんが、どこにピントを持ってくるかで、この作品随分印象が変わってくると思いますが、何よりおすすめなのがね、こういう作品は僕、モノクロで撮るのがおすすめかな。まあ、モノクロ好きっていうのもあるんですけど、この写真をね、ちょっとモノクロ変換してみましたけど、どうですかね。
かなりいい雰囲気だと思うんですけど、ね、日常の景色をね撮るのはねモノクロが非常におすすめです、なぜかというとやっぱりねその普段みんなが見てるものじゃないものに変わるんでね芸術性が高まったりするんですけどね。まあモノクロフィルムでもぜひ挑戦してみてくださいね。はい、ガメラさんありがとうございます。はい、ここまでかな。 1,2,3,4 あ、もう一人か。これココさんですね、初投稿ですよね。いつも動画を楽しく拝見しています、フィルムカメラ初心者ですが初の作品投稿させていただきます。不慣れの作品ですがよろしければご教授お願いします、1枚目の題名は夕日に照らされる、コンライズの大灯、カメラニコマート FT レンズリコール HCO と 50mmF2、フィルム富士スペリアプレミアム400、2枚目が、雪の帽子。同じく、ニコマト FT。レンズはニッコール 135mmF2.8。フィルムは富士カラー100ということですね。フィルム変わってるんですね。で、作品なんですけどもね、やはりこれ 50mmF2 のね、あのレンズのね、もうディテールが素晴らしいで、このレンズ本当にいいレンズで僕も好きなんですけども、見事にね、あの、大灯を撮られております。で、2枚目が、これがまた素晴らしい作品になっています。前回ね、一都市九さんがモノクロで撮られたやつをそのままカラーで撮った感じになりますかね。だからちょっとだけね、露出がアンダーなんで、粒子がちょっと目立っております。もうちょっとね、露出を開けるべきでしたね。カラーネガはね、露出オーバーには非常に強いです。で、露出アンダーに非常に弱いので、露出がね、もう本当にね、ちょっとアンダーになるとディテールが落ちてきます。まあ、リバーサルフィルムに比べると許容範囲は広いんですけども、露出オーバー、若干露出オーバーかなっていうぐらいで撮る方が調子よくなりますので、まあ、ぜひお試しくださいませ。露出をね、極めるものは写真を制しますよ。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここから先はね、視聴者さ、ちゃうわ。俺のカメラのコーナーになってまいります。すいません。俺のカメラのコーナー。今日は、佐賀 B28、直屋さんからの俺のカメラですね。ちょっと見落としててね、ずいぶん前の投稿になります。すんませんね。一週間ぐらい前の投稿になってしまいます。中年オタッキー殿、お疲れ様です。佐賀 B28 直屋です。俺のカメラコーナーへ投稿します。今回はご存知、ミノルタ AL です。このカメラは前世紀、親戚筋からのいただき物で、15年ほど前にシャッター周りをオイルに浸しそのまま放置。今年に入って久々に整備を再開。シャッターバネと絞りバネ。余分な油分を除去して、現在は心地のいい音で快調に動作しています。前玉に小さい傷はあるものの、カビも曇りもほぼ見当たらず、フィルム通すのが楽しみです。ただ、このミノルタ AL、実はレンズが6コールではありません。6コープなのです。おそらく製造時の刻印ミスと思いますが。ちなみに、レンズフードは以前使っていたミノルタ CLE の 40mmF に装着していたものがぴったりだったので、そのまま装着しています。確かにこれ6コープですね。6コープ PF これ結構プレミアになるんじゃないかな。まあ、人気があるカメラとは言い難いんで、まあ値段は上がっていかないかもしれないけど、これかなり面白いですね。これミスプリントっていうか、ミスプリントっていうのかな。よくわからんですけどね、その辺はね。まあ、いい品物ですね。まあ大事に。まあ、ちゃんと動くということでね、ぜひ試写の方ね。試写でいいのが撮れましたら、また先に投稿の方よろしくお願いします。はい、ここからはね、やったわ、やっちまったのコーナーになっております。はい、やったわ、やっちまったのコーナー。今回ね、投稿はないんですけどね、中年オタッキーさんの俺かよって話なんですけどね。ちょっと前にね、ミノルタ α9000 でやっちまったっていう動画作りましたけど、治りました一応治りました。これね。ね、治りましたね。
結局原因は何だったかというと、フィルムカウンターのね、まあジャンクカメラをいじってる人ね、よくわかると思うんですけど、結構フィルムカウンターってトラブルんですよ。まあ粘ってね、固定されたりね、ギアが外れたりしてフィルムカウンターが動かなくなったりするんですけど、こいつの場合はね、多分ね、この裏蓋についてるね、そのフィルムカウンターの部品を押すネジが、これ摩耗してるんだと思いますね。まあ摩耗してるような感じには見えないんですけども、でこれが押すことによってフィルムカウンターが何て言うんですか、初期化されるっていうかね、まあ基本的にこの蓋が開いて、このベロがなくなったら初期化されて、で入ったらフィルムカウンター始動みたいなモードになるんですけど、その長さが足りないおかげでね、そのフィルムカウンターが何て言うんですか、フィルムカウンターにこれセンサーついてまして、でフィルムカウントが1になったらオートフォーカスとか、設定が動くようになるんですけど、そのセンサーが動かなくなってたんですね。でどうやって直したかって言ったら、その金属製の板がこう行ったり来たりするなってるんですけど、その金属製の板をね、うりゃって変形させてね、そのベロに近づけました。でそれでより奥に押し込まれるようにすることで、復活いたしました。というわけで復活したんですけども、ファインダーのレンズが奥に押し込まれてしまって、また分解しなきゃいけないんですね。これね、これ持病らしいんですけども、 α9000 のね、まあ、ただ一応ね、ね、一応撮れるようになりましたし、今これマニュアルですけど、これプログラム A にしますね。でちゃんとシャッター速度も変化すると、というわけでね、使えるカメラになっております。いやー、 α9000 ね、とても欲しかったので嬉しく思っておりますが、分解の時にね、ここの下にある玉なくしちゃって、これがね、節度のないものになってしまいました普通はね、カチッカチッって動くんですけど、弾がなくなっちゃったんでね、もう隠しネジ探してて、どこだどこだって、その時になくしちゃったんですよね。まあまあ仕方ないんですけど、で今回はね、もう3名の方がね、ちょっと名前は今回あげませんけど、フォロー外の方からもね、まあ最終的にはフォロワーになっていただけたんですけども、かなり多大な協力をいただきましてね、図面とか、一番最初はね、コメント欄にね、前回のその、このカメラの、紹介のコメント欄にね、だいぶ書き込んでいただいて、それから始めたんですけども、だいぶ参考になって、で、図面まで送っていただいた方、最後はね、分解したカメラの動画まで送っていただいて、本当に助かりました。もうね、協力がなければね、これ絶対達成できてなかったと思います。そんなわけで、たまにね、僕ライブやりますけどね、このカメラの直し方で困ったとかいうね、あれがありましたらね、ライブでね、誰か知りませんかとかね、言うたらね、教えてくれる人がいる可能性もあります。非常にコアなチャンネルになってますよね、私のチャンネルね。もうとんでもない状態になってましてね、何か、この間もね、F90X のね、フィルムを装填するところのね、ギアに刺す油の種類って何だったっけって言ったら、すぐ答えてくれた人いましたけど、ものすごいマニアックなチャンネルになっております。もう知恵袋をライブでやってるみたいなね。そんなノリなんですけどね。はい。まあ、こんな感じで今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。デルタ100ね、非常にね、いい感じで撮れました。長巻きも売ってるんでね、ぜひぜひおすすめしていこうと思いますね。で、今週はもうこれで終わりです。で、来週はどうしようかな。オートボーイのね、35ML だったっけ?もう取り上がっておりますし、ペンタックスの SP に SMC タクマをつけたやつも写真一応取り上がってるんですけども、まあ雑談の動画とかも作ってもいいかなとも思ってますけど、まあライブもありますけどね、時間があればライブもやっていこうとは思いますが、
と、ほんで今日何日だ、そろそろ月末ライブのこと考えなきゃいけないな、まあ、考えなきゃいけないなって言ったらね、あのチャンネル登録者が結構ねもう3600名近くいって、そろそろ次のカメラプレゼントのことも考えていかなければいけないなっていう感じになってきてるんですね、まあ、非常にねあのもう絶好調でねチャンネル登録増えていってるんでね、あのユーチュラっていうねランキングサイトがあるんですけど、それの予定通りにねチャンネル登録者が増えていっています。うん、どこまでいけるのか非常に楽しみであります。まあ、そんなわけでね、いいね、とかコメント、ぜひお願いします。いいねはね、もうポチッと押すだけなんでね、今すぐにでも。で、コメントの方はね、ちょっと全部追いついて、全然追いついてないんですけどもね、あの、一応全部返す予定ではいますんで。いつ返せるか分かんないんですけど、まあ、コメントね、どんどんね、あの、書いていただけたらと思います。チャンネル登録の方ね、まあ、もう絶好調で増えてよって言っておりますが、まだまだ増やそうと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日の動画は、こんな感じになりますね。またね、おすすめしたね、チャンネル、高橋さんのね、高橋のカメララボさんとかもね、紹介しておりますけどね、まあ、見に行っていただければと思います。緊急事態宣言の中ね、一応外出自粛ということで、時間を持て余すことも多いと思いますんでね、いろんな動画を見て楽しんでいただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。